に揺れません。いつもはもっとガンガン揺れるんだけれど、結構波が穏やかな方だと思います。ゲストハウスナミです。はい、どうも。釣り道具を扱ってもらっている居酒屋みまるに来ました。来ましたよ。ここに私の釣り竿と釣り道具ですが、これを持ち帰ってがっつりと今日から釣りをしたいと思います。さっきにやってきましたよ。ここはもうここから、うん、よし、さて釣るぜ。さっきそこさ50センチくらいののがいたった。茶色い影、実はもう早期だったかもしんねえな。ここの辺いると思うよ。釣れるよ今日は。カゴ釣りをしたいと思います。カゴの下にはですね、これは、スルルですね。キビナゴ、キビナゴを1匹付けした針を3本、投入してみたいと思います。でかいかもしれないぞ。おお、でかいでかいでかい。おお、ヒグ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 、なんだろう。おー、くるくるくる。おー、ひぐひぐひぐ。ハタかなんかだといいけどな。もんがらハギのでっかいやつの可能性あるか。なんだこれ、なんだ。おー、台湾グルクンだ。ふっせろで、ブリ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 、ガーン。おう、台湾グルクンですね。40センチなんじゃない。おー、来た。おー、でかいでかい。おー、でかっ。おー、でかっでか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 。なんだこれ。ちょっとちょっと、あ、ああまたトカジャだ。でっかいと思ったんだけれども、普通か。行きます、引っこ抜きます。よいしょ。
これトカジャじゃなくて台湾グルクンというやつですね。青いやつが台湾グルクン。こんな感じです。わあ、綺麗な色だ。これです。台湾グルクンです。なんだろう。おー、でかいぞ、でかいぞ。おお。でも多分またトカジャの類だろうな。おいし、なんだろう。トカジャだ。うわ、トカジャですね。ほっ、ふっくらさん。おいし、トカジャです。32、3かな、こんな感じです。トカジャをつけて釣れないかな、こんな感じです。よいしょ。おお、とにかく1メーター以上、1メーター以上やぞ。お、来た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 、サメだ、サメ、サメだよな。わあ、いた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 。あ、サメだ、サメ、サメだよな。わあ、いた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 。あ、うわ、ははは、うん、こら、これでもう一発でやられた。サメだな。これ。16号の糸が一発でやられた。サメだ。よし。いや、何が吉田かわかんねえけど、戦う準備はできました。うわあ、残念、これ出ないだろうな。うん、これ梅色もどきっていうやつで、これがね、泳がせるに最高。梅色が釣れたので泳がせます。うわ、ちちちよいしょ、よいしょ、こんな感じですね。よし、でっかくなって戻ってこい。でっかくなっては戻ってこないな。でっかい魚になって釣れてきて戻ってください。戻ってきてください。暴れてるぞ。赤縄とかさ、大町とかさ、来ないかな。よいしょ、うん、こんな感じで来ないかな。来てほしいな。そこものでもいいから大きいの来ないかな。おお、なんか一生懸命潜ってく潜ってく。暴れてる。なんか来ないかな。あ、来てる、でかいの来てる。でかいの来た、でかいの。来てる。サメかな。サメ、ね、悠然としてたからサメかな。食え。来い。食え。
でっかいのが来てたな。来ないかな。食らいつけ。なかなか思い通りに釣れてくれません。でもね、いくらかこう夢にね、だんだん近づいてきてるなという気がするんですけどね。お、なんか糸もバーッと釣ってるぞ。これどうなってんの、どうなってんの。今日も来てしまいました。日本最南端の居酒屋みまるです。ここね、この緑の餃子というのが売りなんですけど、あんかけ焼きそばもね、美味しいですよ。ですね、実は今日高菜酒に行ってお魚を釣ってきたんですけど、みまるの大将が早速ですね、お刺身にしてくれました。で、これは普通ね、食べないですよ、刺身で。トカジャの刺身です。生きがいいので、食べられるということなので、食べてみたいと思います。それではまずですね、このシーカーサーを絞ったやつ、つけました。いただきます。うまい。うまみがある。カワハギに近いのかな。うまい。おいしい。あ、カワハギの刺身に近いね。どれ、トカジラのことなんとかハギっつうんだよね、確か。美味しいです。どうだ。弾力があって美味しい。まあ息がいいからね。臭みとかないよね。とかじゃあ手ね、なんか触ると10日手にその匂いがくっついて、10日臭いから10日じゃじゃっていうのはあの、沖縄の方で臭いという意味らしいんだけど、10日臭いので10日じゃっていうという説もあるらしいんですけど、それぐらいなんかね、あの臭みがある魚というイメージがあったんですけど、ところがあの唐揚げにするとそれがね、いい風味になって美味しいんですよ。唐揚げの魚だと思ってたんだけど、今日ねお刺身でいただきました。あそこでマスターが一生懸命働いています。マスター、ありがとうございます。美味しいです。28本目空いてしまいましたので、29本目いきたいと思います。やっぱしね、阿波波はね、波照間島で飲まなきゃダメです。テルマ島で飲むから泡波は美味しいんだ。改めて理解しました。このね、今日は
10月3日なんですけど、最高気温32度、で今日はお昼過ぎからの高名崎というところで巨大魚を狙って釣りをしてたんですけど、まあ、相当汗もかきましたし、まあ、水分補給はしたんですけど、やっぱしね、そういう状況で泡波飲むから美味しいんですね、うん、当たり前のことをもう一度再認識しました。